96は艦船の輸送量増大に伴いその任務をより強力な D50 型に譲ったが、重量の割に力のあることが幸いして地方戦区では大歓迎され、鉄道近代化によって蒸気機関車が次々に消えていく中、96は艦船で働く D51 と共におそらく SL 艦の今活躍を続けることだろう。